みなさんこんにちは IT パスポート試験のガイダンスを始めますレックス専任講師の小船美京ですよろしくお願いいたしますではこちら IT パスポート試験のガイダンスを今から開始いたしますではスライドを次から展開していきますのでこちらご覧くださいまず IT パスポートってどんな資格なのといったところからお話を始めますさあこちらなんですが こちら IT パスポート資格とはといったところから始めます、はい、試験対象者像なんですねまずこちらどんな方が試験の対象になるのかといったところですさあこちらですね職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識を持ちというような形で書いてあるんですがそもそもこの IT パスポートっていうのはパスポートなんですねなので身分証明書なわけなんですよ じゃあどんな身分証明書なのかというと、IT の基本知識を持っていて、それを正しく運用することができますよという証明書なんです。なのでこちらですね、どんな職業に就くにしてもですね、今この IT 社会に突入している現状を踏まえると、この資格っていうのはですね、資格試験対象者像というのはもうほぼ全ての人だというふうに捉えていただいても全く問題ないのではないでしょうか。 そしてこちら合格率レベルなんですがこちらですね合格率が56%なんですよ。これってかなり高いんですねなので自分がご自身が努力して学んだものというものが結果として返ってきやすいものになってます。やった分だけその試験資格結果が返ってくるというところなのでぜひ、資格取得を目指していただいてこの資格合格すればですねもちろん面接などでアピールができますので就職活動にも有利に働くかなというような形なんです。 そして、こちら試験対象職種なんですがもちろんこちら IT 業界とかエンジニアになりたいとかといった方も含めますがそれ以前にですね、他の職業に就こうと思っている方とかあるいは今まで理系の分野が全然ちょっと苦手で文系の分野なんだけどな自分はという方もこちらの試験対象者職種というか試験対象者に含まれます。なので、 こちらですね、こちらのお話とつながってしまうんですが今まさに IT 社会になっているわけなのでどんな業種につくにしてもどんな業務をやるにしても IT というものは必ず使える知識として持っていないとお話にならなかったりするわけなんですなので IT を知って得するというよりは知らないと損する社会にどんどんなってきてしまっている以上ですねこちらすべての方々に対してこの資格というものは取ってほしいよというようなメッセージだと思ってくださいさあ次のスライドです ではなぜ IT パスポート資格が有利なのかといったところですそれはですねズバリ言うとこれ国家資格だからなんですよ。よ 今まで国家資格ではないものとしてこ MOS だったり、ですねこれ、ワードとか Excel の能力を問うものなんですが、といったものがあったわけなんですが、こちら、IT パスポートというのは包括的な知識を持ってますよという証明なんです、基本的な知識を持っていて、それを正しく運用することができる、プロフィシエンシーとかリテラシーとかっていったりするんですが、それを持ってるよという証明なので、情報技術の全般的な基礎知識が問われる国家資格というふうな形になっているわけなんですね、国家資格なわけなんです、だから有利なんです。 一方でででこちら仕事のできる人という欄です IT パスポート試験に合格した人これはです、ね、実際にマネジメントストラテジーテクノロジーという3分野から出るわけなんですがこちら、ですねいろんなところを学んでいきます。実際の業務にのっとった IT がどんなところで使われているのかとか IT 戦略とか IT の分析手法とかですねそういったものも踏まえていろんなものを学んでいただくわけなので業務の流れを把握して分析することができますよ。 そしてこちら業務の流れを良くするためにシステムの問題点を発見して改善することができますよまさに IT の知識を正しく運用することができるといったところを証明できるわけなんですだから有利なんですねそして現代社会においてこちらの効果的な情報の収集、処理、活用これはもう絶対のスキルになっていますどんな業種に就くにしても必ずこの分野というのが発揮できる箇所があるわけなんです。 なので迅速かつ正確で効率的な業務処理ができる人というふうに認められますのでこの IT パスポートの資格というのはまさに今の知識としては有利に働くわけなんですね IT パスポート資格の評価といったところですこちらです情報技術基礎知識保有こちら IT パスポート試験は情報技術に関する基礎的な知識の保有の有無が問われます。 ストラテジーマネジメントテクノロジー後ほどご紹介しますというところから出題されるわけなんですがこれはですねいわゆる登竜門なわけなんです、まあ、広く浅くと言ってしまえばそうなんですがとにかく広い分野で、まあ、浅くでもいいので活用できる範囲で覚えていこうというような判断でこちらのです、ね、知識の保有というものを証明できるわけなんです。 なのでですねこちらまさに今、学生の方が例えば何か自分がどういう職業についていいかわからないだったりとか、あるいはまあ IT 業界にも興味あるけど、実際に何をしていいのかわからないだったり、あるいはですね就職活動する際の業界分析の土台ですよね、といったところでこの IT パスポートというのは非常に有効に活用できると思われます。 なので実際にですねこれ時間的な余裕があったりとかっていったときにこちらの IT パスポートの試験に取り組むということはですねこちらの心構えや意欲として高く評価されます一方で、こちらの資格取得推奨団体とか機関実際にこちら IT パスポートの評価としてですねこちら多くの企業や機関ですね金融庁とか警視庁国の団体だったりあるいは市企業パナソニックとか JR 東日本とか あるいはですねこちら東京都さいたま市佐賀県とかですねこちらの地方自治体などもこちらの IT パスポートの取得をですね推進推奨してるわけなんですねこれはまさに IT が実際にですねもう国のレベルで浸透してきてるといったところを反映されているわけなんですがこちらですね実際に他にもですね大学だったりあるいはです、ね、受験推奨校とかも受験対策資格講座で開講している大学だったり高校とかっていうのがいっぱいあるわけなんです。 今まさにですねどん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 んこの IT パスポートというのが幅広くですね普及していっている、まあ、そんな現状にあるわけなんですね。だいたい過去10年ぐらいで、まあ、受験者数も10倍ぐらいに跳ね上がっているというようなデータも実際にあったりします。また、ですねこちら公務員試験においてもですねエントリーシートこちらに書いて自分のスキルをアピールできることっていう以外にもですね2次試験で評価される可能性もありますので本当に今まさにですねやる気のあるときにというか 取っておくのがもうベストな資格というわけなんですねでは次のスライドいきましょうさあ次にこちら IT パスポートの実際の試験時間とか出題形式出題数についてこちらを解説していきたいと思います実際にどんな試験なのといったところですねはい試験時間はこちら120分です2時間ですそして出題形式は4択です4択で1個選べばいいというところですマーク式の問題だと思ってください そして出題数は100問です。100問まあ、これちょっとどうですかね、感覚的にはもしかしたら多いのかなって思われるかもしれないんですけど、これ実はですね、結構少ない方です、そして120分も意外と短い方です、意外とその国家資格レベルになってくると、1日かけたりとか、半日かけたりとか、もう2日またいだりとか、もうざらにあるんですよ、でもこれは120分で100問、しかも4択で、記述なしです、で取れるわけなんですね。 非常にこれ、やっぱりお手軽お手軽なんですよ。なので、やった分だけやった分だけ成果が返ってくるという意味では、こちらの出題形式もですね。それにのっとっているというような考え方です。さあ、こちらなんですが、100問のうち、こちらストラテジーとマネジメントとテクノロジーという分野に3つに分かれてます。 でストラテジーとマネジメントとテクノロジーで分かれていてこちらがですね32問、18問、42問そして残りの8問が今後出題する問題を評価するためのダミー問題という形で出題されます。はい、で、一番これが IT っぽいんですが CBT 形式というものを採用してますコンピューターベーストテスティングといって実際にコンピューターの前でですね選択肢をポチポチ選んでいくわけなんです。でそこに特殊な操作とかはなくて本当に選ぶだけなんですよ。 そして CBT の一番いいところはですねもう自分が好きなタイミングと自分が好きな時間と自分が好きな場所を選べるんですよ。なので今自分のコンディションがベストだっていう時に自分の好きなところで受け,る受けることができるというわけなのでこれも合格率が高い要因の一つになっているのではないかといったところです。 では、ですねこちら、ストラテジーマネジメントテクノロジーと3分野あるんですが、それぞれ実際にどんなものをやるのかといったようですね概略をご紹介いたします。ストラテジー部門では、ですねこちら、企業戦略とか経営理論とか、実際の世の中の IT トレンドを反映した分野、知識というものを説いてきます。なので、まあ、一般に、こちら、就活性向きというか、IT だけではないんですね、やはり。もう ほとんど幅広いすべてのジャンルに通じるようなそういった経営理論だったり、まあ、そういったものを学んでいくような分野ホームとか法律系の出題もありますねここで実際になのでまさにこちらでですね一般論だったり幅広い知識を獲得するためにまずこちらのストラテジーを学んでいくとで次にこちらマネジメントなんですがこちらのマネジメントはですね実際に IT 企業に携わっていて何かソフトウェアを開発しようとするときにあるいは何かそのソフトウェアというのを 相手方に、えー、発注をかけて実際にやり取りする際にどういうやり取りが行われるのかといったような、ね、実務にのっとった分野をこちらで学んでいきますその際にプロジェクトマネージャーとか、まあ、サービスマネージャーといった立場の人がどういった業務を回していくのかとかどういった責任を持って仕事に携わっているのかといった分野を実際の環境というか実務にのっとってこちらを学んでいくわけなんですねなので実際にですねこちら学生の方は一番ちょっと分かりにくいんですよ というのもやはりです、ね、学生の方まだまだ社会経験というものが少ないと思いますしな,なかなかこう体感としてこの知識が入ってくるということがあまりない分野なんですねこのマネジメントに関してはこのストラテジーももしかしたらその匂いがあるというかその呼吸があるというかやはり分かりにくいなってちょっと思っちゃう分野がどうしてもこのストラテジーとマネジメントもそのビジネス用語がこうバンバン出てくるのでうんってなる部分が非常に多いと思うんですよ。 なんですがここはご安心くださいあの紙砕いて具体例を示しながら一緒に学んでいこうと思いますのでもうそこはですね全然ご心配なさらずに独学ではないのでねもうしっかりと具体例事例を挙げながら解説していこうと思いますのでもう本当に基礎的なところから学んでいきたいと考えていますさあここで大きな壁がありますストラテジーとマネジメントは広く一般の IT 社会に到達、投入するための登竜、まあ、門としての土台がまさにここの分野なんですね、ストラテジーとマネジメントで、実際に IT テクノロジーというのがどういうふうに活用されていくのか、そしてどうやって活用すればうまくいくのか、そういったところを学んでいくわけなんですが、このテクノロジーはやはり少し特殊です。というのも、じゃあ、その IT テクノロジーだったり、システムというのが、実際にどういった理論で成り立っているのかというのが、このテクノロジーの分野なんですよ。なので、これ、ちょっと理系っぽいんですね。 少し数学が絡んできたり算数の知識が必要だったりするわけなんですちょっと貯金が必要な分野ももちろんありますなので独、まあ、学ベースよりは一切実際に1から学んでいった方がこちらのテクノロジーも分かりやすいのかなというふうに思いますのでこちらもです、ね、しっかりと IT の基本的な技術知識というものを学んでいければいいかなと思ってますただでこちらですね基本情報処理技術者とか応用情報処理技術者とか、まあ、1個2個上の パスポートの資格があるんですが、まあ、そういった方向けのベースメントの知識でもあるので IT 業界に進みたいとかエンジニアになりたいという方はぜひこちらのテクノロジー分野というところをです、ね、しっかりと勉強していただければいいかなというふうに思いますでは次のスライドですこちらですね、出題範囲とか配点合格基準についてです。 さあこちらストラテジー、マネジメントテクノロジーと3分野あると言ったんですがこちらいろいろ書いてあるんですが端的に言うとこれ持ち点があるんですよ例えばストラテジーで32問ですよねマネジメントで18問そしてテクノロジーでだいいた42問から45問ぐらいあるんですがこれ実際に円グラフ書いたら本当はちょっとこう偏りそうじゃないですかその問題数が違うから。そうじゃないんですね IT パスポートっていうのは広く幅広い知識私持ってますっていう証明なのでこれ持ち点評価点が全部一緒なんですよつまり1問の配点がでかいものもちっちゃいものもあるってことなんですそういう意味ではテクノロジーのこの42問というのは多いんですが多いんですが1問あたりの点数はちょっと低めに設定されてますで逆にこのマネジメントっていうのは18問しか出てないのに評価点同じでこれごめんなさいこれ1000点あるんですねどれも1000点持ってます どれも1000点あって評価点そのうち1問あたりの配点がむちゃくちゃ大きいっていうようなこちらのマネジメントの分野になってくるわけなんですこういった事情もあるわけなんですそしてさらにですねこちらがそれぞれ3分の1ずつ絶対取っておかないといけないんですよイメージとしてはこんな感じです、まあ、問題数として厳密に何問取ればいいっていうのは実はこれ評価点少し微妙に変わってくるから何とも言えないんですがとにかく3分の1は取らなきゃいけないんですね なんで、ストラテジーだったらまあ12問とか11問とか取っておかなければいけないしマネジメントだったら6問以上は必須だしテクノロジーだったらこちら10大体8問とかごめんなさい14問とかですかね14問とか18問の間で取っておかなければいけないといったような事情があるわけなんです。分の1以上上て取ったで、でトータルで評価点、こちら 一番下のスライドのこちらですね、書いてあるんですが、合格点は総合評価点600点以上、またこれ、総合評価点というものに換算されるんですよ、最後。つまり、総合評価点がまた1000点に圧縮された状態で600点以上を確保しなければいけないんです。なので、まとめると、こちらですね、どれも3分の1は必要ですよと、どれも3分の1は必要なんですが、どこも3分の1は必要なんですが、 これをベースメントとして自分の得意な分野でさらに稼いでいくと、さらに稼いでいくと、結果600点に持っていくというようなスタイルで、こちらの資格試験勉強を進めていければいいかなというふうな形です。よろしいでしょうか。イメージとしてはこのような形です。では次のスライドで実際にどんな問題が出るのかといったものを見ていきましょう。さて、こんな問題が出てます。IT パスポート試験、令和3年、まあ割と最近ですかね。 クラウドコンピューティングの説明として最も適当なものはどれでしょうかというような問題です。クラウドコンピューティングですね。A。システム全体を管理する大型汎用機などのコンピュータにデータを一極集中させて処理すること。E。情報システム部門以外の人が自らコンピュータを操作し、自分や自部門の業務に役立てること。U。ソフトウェアやハードウェアなどの各種リソースをインターネットのネットワークなどを経由して、オンデマンドでスケーラブルに利用すること。A。 ネットワークを介して複数台のコンピューターに処理を分散させて処理結果を共有することとありますさあ皆さんこれどれが勘でですピンとくるものとしてこれかなっていうのはありましたおそらくですねクラウドっていう言葉をしてると思うんですよで、まあ、コンピューティングだからなんとなくコンピューターがやることかなみたいなそうこれなんですよクラウドだったり w i f i だったり 5G とかあるいはなんか IC チップが入ってるなんたうんたらかんたらとかまあ いあるじゃないでですすか、か QR コードとかその用語ですよね。もう日常的に当たり前に使っているんですが実際に「じゃあそれってどんなものなの?」って言われるとピンとこないんですよね。そう使っているんですけどそ,れをその実態を知らないというかその定義をしっかりと分かっていないそれで利用しているというのが、まあ、今の現状だと思うんですよ。なので IT パスポート試験ではこういったですねふわっとした知識をガチッとしたワードに ガチッとした定義にまずは皆さんの頭の中に入れていきますその上でこういった問題に対応できるように実践的な形式もゴールゴール設定から始めますこういう過去問から見ていただいてじゃあどうやったらその知識を使えるのかどうやって覚えていったらその知識というのが結果合格に繋がるのかといった最短経路を示します今回の場合はこれ結論から言うとこれですねうが正解ですそうこのクラウドコンピューティングというのは実はですねこれあのストラテジーからの出題なんですよ ストラテジーえテクノロジーっぽくい、ね、けどテクノロジーじゃないのというとこれもですね IT が実際ににどののように使われているかの事例なんですねこれあのなかなかですねピンとこないかもしれないんですけど例えばですねホスティングとかハウジングとか、うん、あるいはですね今までオンプレミスとかっていう言葉聞いたことありますかね結構ビジネスではよく出る言葉なんですが学生にとってはこれ当たり前じゃないですよねそうソリューションビジネスってて言われても って感じじゃなないいでですすかピンとこないんですよねこのクラウドコンピューティングもまさにそのソリューションビジネスの1つなんです。こういったものをですね、じゃあ、ソリューションビジ,ビジネスって一体どんなものなのとか、そういったところからお話を始めます。で、このオンデマンドにスケーラブルにとか、こういう横文字ですよね、こういう横文字もピンと来ないんですよね、なかなか。 初めてこういう言葉に出会うと英語でも、うんっていうところでもあるのにいきなりこういう言葉出されてもですねいまいち理解がやっぱり苦しいんですよね。こういったところもしっかりとですね分かりやすい具体例を示しながら解説していこうと思いますのでこういった過去問を通して過去問ベースで解説講義を進行していこうと最短経路を示していこうと思っています。さあ次ののスライドでででですすす効果的ななな試験対策というようよお話なんですがこちら未知の分野をですねやはり独学で 闇雲に学習するというのはかななりりやっぱり非効率なんですよも,うとんでもなく広いんです実は。IT パスポートの,この参考書だったりっていうのを見ると分かると思うんですけど結構分厚いんですよね。でポイントももちろん書かれてるんですがそれを一から自分で体系立てていくというのはやはり時間とストレスがかかります。いくら CBT でいつでもどこでも好きなタイミングで受けられるといってもですねどこかで心折れちゃってああこれどうせ解けないよ。 ってなってしまうのを防ぐために我々みたいな形で皆さんに講義を提供していくという形でサポートするわけなんですね未知の分野についてこちらの基礎知識だったり技術こちらはです、ね、理解を促進するような形で皆さんにお伝えしますあるいはこちら応用とか実務に展開する考え方が実際にどのように使われているのかといったところとか効果的な学習方法ですねこちらも皆さんにお伝えしますどういっ,てどうやった形で勉強していけばいいのか。 効率的な最短経路を示すといったところですそしてこちらですね実際にテクニックあります四択なんでどっかに何かしらのテクニックっていうのが隠れてるんですよこういった受験テクニックも皆さんにバッチリと押さえていただきたいと思いますのでこういったサポートをですね、えー、僕たちが皆さんに提供することで皆さんはもどんぶにですねこの IT パスポートに対して自分の見聞を広げるような形で学んでいただければいいかなというふうに思っております さあ次のスライドですこちら、RECIT パスポート試験合格講座の実際の内訳、シラバスですね。まず最初にオリエンテーションをやって、その後インプット、知識を入れていきます。こちらもですね、まず、ストラテジーマネジメントといったところから始めて、最後にテクノロジーを皆さんに学んでもらいます。実際に実社会でどういったふうに使われているのかという事例をまず学んでいただいて、最後にテクノロジー、じゃあそういったものってどういうものでできているのかという流れですね。 そして最後にここ結構大事なんですよねアウトプット過去問演習です。で皆さんこれ結構やんないっていう方がいるんですけどこれ絶対やった方がいいですよアウトプットこそ実はこの試験合格の、えー、肝というか肝心な点になってくるわけなんですね。なので実際に今までインプットして知識をどうやって過去問に生かすか問題解説問題を解くときに生かすかといったところをここで詳しく解説していきたいと思います。 ささあいいかかがだだったたででしょうかこちらでガイダンスを終了させていただきま,すまあなかなかこの IT パスポートというのはですねイメージもつきづらいし実際に IT に興味ないよっていう方もですね今のガイダンスの流れの中でちょっとやってみようかなとか興味持ってやってみようかなっていった方がですね増えていただければですねこちらとしてもですねあのすごく嬉しいことなので皆さんのですねこれからの未来というか知識を 広げていく見識を広げていって新しい世界に突入する方々のサポートができれば、えー、一番幸せなことであると思ってますのでぜひです、ね、一緒に勉強していきたいと思います。ありがとうございました